東京2020オリンピックパラリンピック競技大会東京2020パラリンピック競技大会東京2020パラリンピック競技大会は2021年8月24日から9月5日までの13日間日本の東京都で開催された第16回夏季パラリンピックである東京パラと略されることもある2013年9月の第125次 IOC 総会で オリンピックとともに開催都市が東京に決定した。東京での開催は1964年の第2回大会以来で、同一都市での複数回開催は、夏の大会では初となった。大会組織委員会は、東京オリンピックパラリンピック競技大会組織委員会、新型コロナウイルス感染症の世界的流行を受け、2020年夏の 開催日程から1年に延期して開催された。大会延期により開催年は変わるが、東京2020の名称に変更はない。なお、公用文では、第16回パラリンピック競技大会の表記も用いられている。観客については、新型コロナの感染状況を踏まえ、2021年8月16日に行われた、日本国政府大会組織委員会、東京都、 i p c による競技の結果、オリンピックでは観客を入れた上で開催した静岡県を含む全会場において無観客での開催が決定した。ただし、学校単位で生徒や児童らが参加する学校連携観戦プログラムについては希望者のみで実施する。2021年6月16日の時点で、 競技一つ以上の出場枠を獲得した国と地域の数から出場国数は168になり史上最多になるとの見通しであった。しかし南スーダンは国際パラリンピック委員会に加盟するのが困難になったとしてサモアや朝鮮民主主義人民共和国なども新型コロナウイルスの影響や政府方針によりそれぞれ大会への参加を断念した。これにより 過去最多だった2012年ロンドンパラリンピックの出場国数である164を下回り162の国と地域並びに難民選手団となった。このうちブータン、クレナダ、ガヤナ、モルディブ、パラグアイ、セントビンセントグルナディームが初参加となった。参加人数は約4400人となった。前回2016年リオデジャネイロパラリンピックで 参加を認められなかったロシアは RPC 名義として参加国家としての出場ではないもののに大会ぶりの復帰となった。なお、アフガニスタンは同国の政権崩壊による混乱のために出国が混乱であるとして当初は大会への参加を断念することを表明。開会式では選手団を代行して大会ボランティアが国旗を持って行進した。その後、 オーストラリア政府がカーブルに足止めされていた選手2人とその家族ら合計95人に緊急ビザを発給し8月25日にオーストラリア空軍の飛行機でカーブルを脱出しドバイを経由後にパリに移動選手が本大会への参加を希望したため同月28日夜に東京に到着し以降の競技に参加できることとなった 本大会では22競技539種目が開催される。2015年1月31日にアラブ首長国連邦の首都アブダビで行われた国際パラリンピック委員会の理事会で新競技にバドミントンとテコンドーが採用された。逆に脳ーー性麻痺7人制サッカーとセーリングは削除された。開会式開会宣言は金城天皇が実施した。 1964年東京パラリンピックでは、大会組織委員会名誉総裁で当時、皇太子であった秋人上皇が実施した。当大会の大会組織委員会は2020年、東京オリンピックと同一であり名誉総裁は、天皇が務めている。公式サイトの表示順、一行主一者が原則だが、IOC と協議の上、特例で複数社が共存したスポンサーもある。 ワールドワイドパラリンピックパートナー、ありがとうございます。